プラ3、20年、フェイクじゃん。はい、昨日をもってですね、スプラトゥーン3、まあ、でもあら昨日をもってですね、スプラトゥーン2は3周年を迎えたということで、公式の運営さんから、もう多分みんな知ってると思うけど、フェスの情報がありました。で、8月ですね、8月にフェスが開催されるみたいなんですけど、もう嬉しい、もう嬉しすぎて、もうわかんない、わけわかんなくなっちゃった。いや、よかったね、フェス来て。俺まだね、来ると思ってたんですよ。なので、生放送だけで、いや、フェス来るはず、言ってたので、よかったです、来て。よかった。もう語彙力もないので、もうこのまま試合行きたいと思います。はい、間違いしました。ホテルニューオートロ縄張りバトルです。よろしくお願いします。いや、ちょっとよかった。本当によかった。まあ、今日っていうか、日付的には昨日か。昨日すごいことがありまして、まあ、フェスですね。フェスの情報が来て、まあ、俺はフェス来るよって言ってたんですけど、まあ、信憑性はなく、まあ、来る気はしたんですけど、本当に公式から来たって言われた時は、涙が、まあ、泣いてないけど、涙が出そうなぐらい、涙が出そうでした。もうなんかね、うるっときてた。フェス、ラストフェス終わったのにこんな、やらしてくれんだなと思って。まあちょっと今のね、時期がね、時期的な問題。うわぁ。そう、ちょうどね、今、黄色インクなんですけど、卵色と、あと、ニワトリ、やべ。これ危ない。そして逃がさない。オッケー。今ちょうどね、卵インク使ってるんですけど、やばぁ。え、なんか、当たりに来た。なんか来た。なんか来たぞ。びっくり。いや、俺ちなみに鶏肉と卵、あ、今回のフェスが鶏か卵かっていう。昔海外でやったフェスを日本でリメイクするみたいなんですけど、まあ、個人的には、まあ、鶏肉と卵だったら卵のが好きなので、オムライスとかオムレツとか、まあ、卵料理は俺結構好きなので、まあ、自分で作る時は卵ですね。鶏焼くよりは卵焼く方が簡単かなと。もう卵確定だわ。もう味方強い。これ抑えてるだけで、勝てちゃうんですけど。いいですかね、俺ここいて。これは、一緒に倒してあげる。その動きはちょっと早くて。今日なんか弾当たんないな。弾が当たらない。強くない味方強くない。これ卵インクだったら、圧勝でしょ。フェス圧勝よ。で、彼も、ごめん、倒せない。ありがとうございます。今日当たんないな。クワットホップ早いからな。最近年が取るたびに、反射神経が悪くなった気がして、もう少しでちょっと自分の私ながら誕生日なんですけど、ただ年を取るだけ。あれ、なんでこれ知らないの？なんでこれ知らない？あ、ゆうちゃん、やっちゃった！なんで知らなかったの？結構当てたけど、耐えたってことか。防弾チョッキ着てたべ。防弾。なんか、懐に本とか入れてたべ。硬かったな。味方全然塗ってくれてない。塗ってくれてないってか、みんな前で戦っちゃってるから塗る人がいないのか。まあ、俺がね、代わりに、死んでよかったのか、逆に。さっきの。死んでよかったのかな。なんか来たよー。あ、味方死んだ。すげえ、やるせばいいな。それ強いな。そんなの避けれるのか。はい、いい。ちょっと待って、本当にフェスが来るからすごい楽しい。スプラトゥーンがすごい楽しく感じる。モチベが違うよね、モチベーションが。いや、ありがとうございました。いや、リアル2人もいたらそれは勝つ。強いもんな。ありがとうございます。はい、間違いしました。ホテルニューオートロ縄張りバトルです。ちょっとまたニューオートロなんですけど。フェスのステージさ、ちょっとミステリーゾーンで、後で調べてこよう。みんな知りたいでしょ、次のステージ。あと、色もか。色は多分黄色と白かな。うん。白インクとか使いたいけど、ちょっと見にくいんだよな、白のインクって。時々編集で色変えて、編集ね、魔法だ。魔法で色変えてるんですけど。なんか、インクの出が悪くね。まあ、いいや。あ、これはね、一緒に貼ってしまいます。
さあ白インク、白インクはちょっと見づらいから個人的には黄色の方がやりやすい。まあ色カップ、色カップサポート入れとけばいいんですけど、長いなあれ。で今9番でやれないんだ。待て待て、逃がさん逃がさん。これ後ろから、なんでそんなとこいるの。結構行く忍者、うわガチでイカ忍者だ。イカ忍者強い。イカ忍者強い。普通にイカ忍者強かった。次は警戒しよう。ちゃんと見ておかないからな。まさか若葉シューターにイカ忍者つけてると思わなくて。ローラーとかなら読めるけど。あれ初見殺しです。やばい、めっちゃ綺麗に塗れる。気持ちいい。最近あのザップ系統を使ってるんですよ。リアルスイーパーとかザップとか。あれ消えた？いるね。あとちょっとなのに。マジで弾が、マジで弾が当たらない。今までどうやって当ててたっけ俺。だから編集に力を入れると、やった。編集に力を入れるっていうかまあ、あれですよね。ゲームをちょっとしてないだけで。ブレブレ。やべ、デジャブだ、これ。最初のシェット、デジャブ。いや、当たるの。ここ来たな。ちょっと嫌だね。あの人ね、スペシャルが、ナイス玉なんだよね。なんか無理していっちゃうと、なんか握られて、逆にやられちゃいそう。マジか。逃げよう。お、ナイス？ここですか？そう、俺今、ハイパープレッシャーのために、トイトーちゃんや。まあ、たまたまだけど。ハイプレに合わすっていう、何も考えずに、試したけど。よかったよかった。結果オーライってやつな。でもこれ塗ってていいっすか、俺。戦わないでいいですか？ちょっと俺のとこ見てるな。ボンブ投げときましょう。おこれ勝ったんじゃない。最後俺戦わず相手の陣地塗ったけど。あ、ほらほらほら、もう真っ青じゃん。敵陣地がもう。よし、これあのフェスでやろう。これやってれば勝てる。俺また百勝企画やろうかなって、フェス百勝企画やろうと思ってるので頑張る。はい、間違えしました。デボン海洋、ついに来ました。新しいステージ。今日新しいステージかな。あれこれ、初心者か。違う。ガングロ初心者。そんなはずはない。とりあえずね、味方にインクアーマーを。これ被っちゃうんだよな。3人インクアーマーでしょ、うちのチーム。なんか先に、あ、使う。やべ、やべ、くそ。なんで今落ちんの？意味がわかんない。何今何もないところで俺落ちるんだよ。ちょっと面白かったから、今の面白かったから動画撮っとくわ。これ、後でツイッター載っけとこう。俺のツイッター載っけとくので、よかったら、フォローを。フォローよろしくお願いします。うわっ、危ねえ。急にカーボン出てくると怖いんだよ。これはちょっとナイス様なんで逃げます。やばい、危ねえ、打ち勝った。たまたま当たった。あ、チャージは嫌だなぁ。あ、逃げないで。自分はもう任せよ。カーボンか？あ、違う。あ、引っかかっちゃったの。許して欲しかった。頑張れ。抜いてくれ。いや、ナイス。いけるか？やばい、後ろに。いや、ちくそ、今分かったのに上にいたの分かった。あ、強すぎる。なんだあの火力。ちょっと無駄に飛びすぎた。いけると思ってしまった自分が。うわぁ。これ、チャー落としに行きます。バレた。あれ、上がってこないこれ。ラッキー、上取った。やば。
ほい。危ない。キョ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 。お。あー、味方がやられた。ちょっと遅かったか、俺。ちょっとだけ遅かったな。え、やばい、これ逃げる。シールド使ってるの嫌なんだよな。うわ。これさ、ボムでさ。あ、やれないの？無事故。ボムやれ。なんか、ダメでした、今。あ、いや、待って、これ、待って。二落ちしたの、まず。やらかした。うわ、負けちゃう、負けちゃう。キル取らないと負けちゃう。なんで今、チャージいなくなったの、急に。上か。待て、おい、なんだその戦い、びっくり。僕でも相手陣地抜けられたので。なんかいた。もしここで塗れば、いや、わかんないです、これでもわかんない。あそこの二落ち良くなかったけど、これ勝ったべ。 OK です、ありがとうございました。余裕でした。最初落ちたけど、あ、それマジで、時間を押せとこう。